世界最高。シャープが開発した太陽電池に世界が震えた。皆さんこんにちは。ネックス工業の未来です。本日もご視聴いただきありがとうございます。動画が良ければいいね、チャンネル登録をお願いいたします。皆さんはシャープが開発した太陽電池が世界に衝撃を与えていることをご存知でしょうか。太陽光パネルは街の至るところに設置され、太陽光発電が行われています。太陽光発電は温室効果ガスを排出しない発電システムであり、これからもクリーンな発電方法として注目されていくことは間違いありません。そこで重要になるのがエネルギーの変換効率です。いかに効率の良い太陽電池を開発できるかが重要になってきます。日本企業は太陽電池に関して高い技術力を持っているのですが、近年はコスト面で優れる中国に押され、一般の太陽電池に関しては大きなシェアを奪われてしまいました。そんな中でシャープが開発した太陽電池が世界最高の効率を達成したということで注目を集めています。今回はそんなシャープの太陽電池にフォーカスしていきます。この動画では太陽電池の変換効率や中国製太陽電池を凌駕するシャープの太陽電池についてお話ししていきます。この動画の最後では成長を続ける太陽電池についても解説しますので、ぜひ最後までご覧ください。太陽電池の変換効率は非常に重要な性能の一つです。太陽光をどれだけ効率よく電気エネルギーに変換できるかを表す指標で、メーカーは日夜この変換効率を向上させることに力を尽くしています。市販されている太陽電池の平均的な変換効率はおよそ 15% から 20% 程度で、 20% を超えると高性能パネルという評価を受けます。研究開発レベルでは 30% 以上の効率を達成しているものもあります。一般的に単結晶シリコン太陽電池が最も効率が高く、多結晶シリコン太陽電池や薄膜太陽電池はやや効率が低い傾向にあります。効率を向上させるために異なる材料の組み合わせや光を効果的に捉える構造の開発が進められています。ちなみに太陽電池の材料はシリコンが主材料となっていますが、シリコン系太陽電池は製造方法によって単結晶、多結晶、薄膜の3タイプがあります。変換効率はそれぞれ単結晶が 20% 程度、多結晶は 15% 程度、薄膜が 10% 程度とされています。これ以上の変換効率を見込めるのが化合物系太陽電池です。銅、インジウム、セレン、ガリウムなどの化合物を使用するタイプで、開発当初は変換効率に問題がありました。しかし理論的な変換効率が高いため向上の余地が大きく、近年の研究ではシリコン系太陽電池を凌駕する変換効率の製品も開発されています。そもそも変換効率を左右するものはバンドギャップです。太陽電池は光エネルギーを電気エネルギーに変換する装置ですが、半導体が備える性質バンドギャップを利用して変換します。半導体中の電子が存在できないエネルギー領域があります。この範囲の幅をバンドギャップエネルギーと呼びます。バンドギャップは物質固有のものであり、素材を変更することでバンドギャップを大きくすることも小さくすることも可能です。バンドギャップを乗り越えるのに十分なエネルギーの光を電子が吸収すると、電子は高いエネルギー状態に移行し、これが出力電流の元となるのです。太陽光発電素子に用いられる物質ではバンドギャップの小さい方が変換効率が良くなります。シリコン系の物質が発電素子に使われるのはシリコンのバンドギャップが小さいというのが大きな理由です。バンドギャップが小さいと波長の長くエネルギーの少ない光を吸収でき、電流は増えます。ただ出力電圧が下がってしまうという欠点があります。逆にバンドギャップが大きい半導体を使うと波長の短いエネルギー量が多い光を吸収できますが、波長の長くエネルギーの少ない光を吸収できないため電流が少なくなってしまいます。このことは素材によって変換効率に限界があることを意味します。
単結晶シリコンを用いた場合 29.4% が理論限界であり、これ以上はいかに太陽電池を工夫したところでそれ以上の効率は得られないのです。それ以上の効率を得るためには革新的に太陽電池の構造を変化させる、あるいは理論限界値が高い素材に変更することが必要になります。太陽電池業界の中で日本企業で実績を残しているのがシャープです。シャープは1959年に太陽電池の開発を開始し、1963年に世界で初めて太陽電池を横浜港鶴見航路の部位に納入しました。さらに1976年には世界初の太陽電池電卓を発売します。電卓の隅に太陽電池を設置し、光によって電卓の電力を賄うという商品です。2000年には世界の太陽電池生産量でナンバーワンの座を獲得すると、2001年から7年連続で世界の太陽光発電シェアナンバーワンを維持しました。シャープの太陽電池モジュールは国内で種類が最も多く、ルーフィット設計を採用しています。これによって高出力でありながらデザイン性にも優れ、国内工場で一貫した製造体制を取ることにより高品質であることで評価を集めています。シャープは太陽電池の性能向上のための技術開発を継続的に行っており、それによって作り出された超高性能太陽電池が世界を驚かせています。例えば複数種類の太陽電池を積み重ねて積層型太陽電池というものを開発しました。複数の太陽電池を組み合わせることで理論限界値を押し上げるというアイデアによって太陽電池の可能性を広げています。具体化した製品は化合物2接合型太陽電池モジュールとシリコン太陽電池モジュールを組み合わせた積層型太陽電池モジュールで、世界最高の変換効率 33.66% を達成しました。このモジュールは異なる波長の光を効率よくエネルギーに変換する新しい構造を採用しており、化合物太陽電池の厚さを大幅に薄くすることで材料コストの削減も実現しています。シャープはこの技術を電気自動車や航空宇宙分野へ搭載することを視野に入れ、さらなる高効率化とコスト削減のための研究を続けています。組み合わせ次第では理論上は 60% の変換効率も可能です。例えば波長の長い光も短い光も吸収できるようにバンドギャップが異なる太陽電池を組み合わせるモジュールにすることで効率を上げるというアイデアです。太陽光は単色光ではなく様々な波長の光であるため、こうしたアイデアは非常に有効で理論上の限界値を大幅に上昇させることができます。こういった技術力の高さは中国製太陽電池にはないものであると言えます。現状は日本の方が技術力は上回っていますが、中国企業も技術力の向上へ投資を強めており、熾烈な競争が繰り広げられている状況にあります。富士経済は2035年、太陽電池の世界市場が10兆円を上回ると予測しています。中長期的に電力料金の上昇とカーボンニュートラル対応ニーズの高まりを背景に市場は拡大していくと確実視されています。世界的な地球温暖化に対する関心の高まりや各国による再生可能エネルギーの導入を推進する政策が後押しすることも考えられます。世界人口が増え続ける中、それに比例して電力需要も拡大していくことは明白です。その電力をいかに再生可能な形で調達するかはまさに世界的な課題です。課題を解決するため、これまで以上に高効率で発電できる太陽電池を開発することは大きな意味を持ちます。シャープのように太陽電池で高い技術力を持つ企業が日本にあることは国益にも関わってきます。太陽電池市場はこれまでも日本が技術を開発し中国がそのシェアを奪うという構図が形成されてきました。日本企業にとっては市場を変える革新的な製品を開発し、それを継続的なビジネスとして完結させる状態にすることが課題と言えそうです。太陽電池には世界的にも注目が高まっており、これまで以上の高効率太陽電池が商品化される可能性は高まっています。
私たちも高性能太陽電池開発のニュースには注目していきたいところです。今回の動画の感想や扱ってほしい話題があればコメントいただけると幸いです。そしてこの動画が良かったらグッド評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。皆さんの応援が励みになります。また X と LINE でも発信をしております。リンクは動画の概要欄に貼っています。気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。それでは今回の動画は以上です。また次の動画でお会いしましょう。